はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマクシのことです。激安カラー専門店、あれですね、それについて、ちょっと話したいと思います。今回僕が話す内容は全く事実とは関係ありません。全て嘘だと思って聞いてください。激安のカラー専門店ですね。カラー2000円ですよとか、ね、そういうところが最近ありがたく白髪が出てきても、ね、自分で染めるよりも良かったりとかね、値段もそう安いですよ。2000円とか1500円とかで安いですよね。自分でやるよりもいいんじゃないかと。で、乾かす時だけね、自分で乾かしたりとか、染めだけ染めてシャンプーはシャンプーマシーンでこうちょっと洗ったりとかしてね、ちょっと軽くこう流してもらって、で白髪ちょっと伸びたらやっぱ気になると思うんですよ。そうするといちいちね、通常料金の美容室行ってらんないと思うんですよね。カラーだけでも結構高額の金額払って、毎月1回こうお金払っても結構ね、ランニングコストすごいかかっちゃうと思うんですよね。1500円2000円とかでね、カラーをやってもらったらすごいありがたいと思う。でよくね、カラー専門店で安いカラー専門店はなんかもう安いから変な薬使ってるんじゃないかとかね、髪傷むんじゃないかみたいな、そういう話がちょっとあるんですけれども、実際にリタッチ、根元染めの白髪染め、白髪のリタッチってぶっちゃけ言ってそんな変わんないですよ。そんな変わんないですよって僕が言っちゃうとちょっとこれ完全に NG ワードだと思うんですけど、変わんないですよ。根元の白髪染めのところね、この伸びたところやるのは、まあ特にこだわってね、やってるとこもあると思うんです。でも白髪ちょっと伸びて気になって、でもね、好みの色にできるかどうか分かんないです。それやっぱりスキルになるので、好みの美容師さんのところに行った方がいいと思うんですけど、ちょっとね、まあ大体白髪染まればいいやっていう人はあんま変わんないですよ。ぶっちゃけカラーで8000円払ってもカラーで1500円払っても変わんないです。じゃあその1500円のカラーで傷むのかって言ったら、カラーメーカーもいろいろありますけど、そんなにこれ使ったら傷むっていう市販みたいなカラーないんで、まあ、市販のカラーもね、そんな傷むかっていうと、まあなんか傷むって言われてますけど、まあね、一回やる分に関してはそんな変わんないですからね。カラー専門店のカラーが悪いって僕はそんな思わないです。お客さんを、美容師さんとしてもお客さんを気づかせたくないんですよ。だって安いとこ行かれてこれでいいよってなったらいいわけじゃないですか。それでお客さん減っちゃいますよね。僕がこういう話するのも完全にタブーなんですよ。ありえないんですよ。なんでそのお客さん、だって僕のお客さんも減るじゃないですか。それでカラー専門店行っちゃいますよね。だけどカラー専門店にできないものをあるから、カラーをしながら髪質改善をしたりとか、カラーの色味をちょっとこうオリジナル調合にしたりとか、いろいろちょっとカラーの方法が、技があるから来てくれたりとかしてくれてるんですけど、まあとりあえずリタッチ、根元とりあえず染めたいとか、とりあえず染まってればいいみたいな、そういう人はあんま変わんないですよ。だけど、まあいつも行ってるところに行って、安心するっていう方もいらっしゃいますし、私の髪を分かってくれてるからみたいなね、そういう方もいらっしゃると思うんで、分かってるからって言っても、まあ大体ね、カラー専門店行けば無難に染めますから、そんなトラブルはないわけですよ。逆にね、高単価のとこ行きすぎてなんかいろんなことやられすぎてなんかあんまりきれいに染まってないとか、それも結構あると思うんですよね。結構シンプルにカラー専門店で安い金額でしっかり当たり障りない技術でやった方が、しっかり白髪染まるかもしれないですよね。余計なことしない方が良かったりとかする場合もあります。シンプルイズベストみたいなね感じが。ただまあと言ってもですね、本当にまあまめに1ヶ月2週間に1回染めたいとか、そういうスパンで染めたいなら、まあ、まあお金かからなくてもいいかなって僕は思いますし、その中間の毛先とか綺麗な色を発色させたいんだったら、あと白髪をぼかすのにメッシュを入れるとか、そういう技術はやっぱりそういうところでできない技術だと思うんで、基本的にカラー専門店の方とかはどういうモチベーションでやってるかわからないですけど、ちょっとやっぱり作業的な部分がちょっと強くなってしまう可能性はありますよね。まあ、実際皆さん作業と思ってやってないと思うんですけど、働いてる方がいやもうなんか美容師さんをヘアカットとかトータルで担当するのがちょっと怖いとか嫌だなとかだったら、当たり障りないことを私は美容師としてやっていきたいみたいな、そういう方とかね、が働いてるかもですよ、知れませんね。はい、どういう人が働いてるか僕は分かりませんけど、特にそのカラー専門店が悪いってわけじゃないと思います。あの価格でねやってるわけですから結構大変だと思いますよ。人数来ないと売り上げも上がらないですし、
回転率ですからね、やっぱりその少ない人数でこう回してくると美容師さんの負担も大きいですよね。塗り続けてずっと人数何人も何人もやるわけですから結構大変ですよ。どうしても作業っぽくなっちゃいますよね、うん、やっぱりその普通の美容室カラー専門店じゃないところはデザインを作りに行くっていう部分に関してはやっぱりそのちょっと長けてるのかなっていう感じがあるので、まあ僕もちょっとその他の、まあ、カラーでもそうだな、ホームカラーとか、まあ、カラー専門店にできないようなカラーを提供しようと思って日々検証してるんですけれど、まあ、カラーをすることによってなんか髪が綺麗になるとか、まあ、そういうことをいろいろこう研究してやっております。まあ、そういうふうにね、何の根拠もなく、いやカラー専門店のカラーは安いカラーだし痛むからやめといた方がいいよとかっていうのね、それはね本当って感じするんですよ。実際にそこのサロンに行って、カラー見てきたっていうね、本当に安いカラーってそんな悪いやつあんのみたいなね、まあすごいその格安なカラーとかも僕知ってますけど、極端にそれを使ったから痛むっていうことは特にないです。特にそれが馬力があって染めた後も髪の毛がバッサバサになるとかね、それはまた違った部分、それをねその何もケアしないで毛先までバーって強いやつにやっちゃうとかね、そういうのは別として、根元の白髪染めをねそれやったから髪の毛ギシギシになるとかね、まあ例えばトリートメントで一時的にリタッチをやってトリートメントかわしてもトリートメントしてもまあそれ数日経ったらまた普通に戻りますからね、結果一緒になったりとかするんで、まあまあ、そういう意味で僕は髪質改善をちょっとこう取り入れて、やったりとか、リタッチプラス根元染めプラス髪質改善を組み合わせたりとかしてちょっとうちはやってるんですけど、うん、なんで何が言いたいかっていうと、カラー専門店のカラーだから痛む、カラー専門店のカラーだから髪がバサバサになる、そういうことはあんまないと思います。根元染めをしてる部分に関してはほとんどの方が根元の伸びてきたところですよね。それをいやそこ行っちゃダメだよとかそうやって言っちゃうっていうのは、実際そこで使ってるカラー剤とかがちゃんと調査した上でやるのはいいんですけど、それがすごい痛むとか検証した上でね言うのはいいんですけど、そうじゃないなんとなく浅はかな考えだけで言ってるのはちょっと信用できないかなというふうに思っております。はい、まあ、今回の内容はね、本当の内容じゃありません。完全にね嘘の内容になります。はい、ですので皆さんちょっと信用しないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。よろしければチャンネル登録などしていただけると非常にモチベーションが上がります。多分ね今バットボタンつけようかなと思ったあなた、バットボタンをつけようと思った美容師さんいると思います。はい、お前何言ってんのそれ言うんじゃねえよみたいな、お前何分かってんだよみたいな感じもあると思うんですけど、本当の話じゃないですから皆さん信じないでいただいて、バットボタンつけたい気持ちは分かるんですけど、そういう方はですね YouTube で僕と戦ってください。戦うって殴り合うとかじゃないですよ。美容師として戦ってね、公開してライブ公開とかでね、ちょっと戦って、負けた方が土下座するみたいな、そういう感じが、負けるって何で負けるのか分かんないですけどね、ちょっと葛藤勝負とかね、そういうのちょっとやっても恐れかなっていうふうに思います。はい、ご清聴ありがとうございました。